それでは実際にどういった建物がゼブになっているか全国の事例と道内の事例をご紹介させていきたいと思いますこちら全国の SII というところでリーディングオーナーに登録されたゼブの件数になります2021年1月末の段階で全国で341件の登録がございます このうちですね100件近くが某コンビニチェーン店さんになっておりまして実際の事業者といたしましては240件程度というところです。これ以外にもリーディングワー,ーの登録はしてないんですけれどもベルスの認証だけ取っているというような方もたくさんいますのでもう少し件数は多いんですけれどもそれでもまだまだゼブ、e、の普及というのはこれからといった状況です。 その中で十四件が北海道の事例となっております。こちらが北海道の事業者の内訳となります。現在登録されている物件は十四件となっておりますが、そのうち十件が事務所庁舎になっておりまして、病院、ホテル、飲食店、商業施設がそれぞれ一件ずつの登録となっております。やはりあの事務所ですとあのまあ 我慢しやすいとかあのかなり余裕を見なくて、えー、設計できるというようなお考えの方がやはり多いっていうところもありまして事務所はゼブにしやすいというふうにイメージがあるということで、えー、件数が多いのかなというふうには思っております。ただあの他の業種でもですね十分あのゼブっていうのは検討できるものだと思ってますので後ほどのま計算のところでもお話しますが今後いろんな業種で、えー、増えていけばいいなというふうに私も思っております。 この14件のほかに点線で囲ってあるのが、東方で把握してます、今後の登録予定のものになります。こちらもお時間ある、あればですね、後ほどご紹介させていただこうと思います。それでは具体的に一つ一つご紹介したいなと思います。今回4件程度、J、の方 紹介させていただきます北海道電力の方で z ッ p ランナーとして携わった案件になっておりましてこちらがまだ登録にはなってないんですけれども札幌市内の事務所ビルになります北電グループの北電工業という会社が監修した事務所ビルになっておりまして断熱性能を比較的良くしているんですけれども採用している技術自体は EHP ですとかエコキュートですとか照明の LED といった一般的なもので、えー、ゼブの方を達成しております熱化の方を徹底的に見直して、えー、無駄なところがないかですとか細かく確認することでゼブを達成しています次にこちらが株式会社北欧さんの事務所ビルとなりますこちら建物の面積自体は700平米の小規模建物なんですけれども 日野デザインアソシエイツさんの設計管理でかなり高断熱、高機密な建物となっておりましてそれで絶望を実現することができました今ご紹介しました2件の事務所なんですけれどもこちらの先ほど札幌市さんの方からご紹介いただいた設計補助金を活用しておりますただ えー、一般的に皆様はゼブの補助金っていうと環境省、経産省の補助金というイメージが強いかと思うんですけれども、そちらの方は、えー、利用しておりません。でゼブ化に伴って設計の手間ですとか費用、えー、北電工業のビルの場合は計測関係で費用などは若干増えてはいるんですけれども、えー、他の設備ですとかまあ躯体のか躯体の部分に関しましてはそこまで費用は上がっておらず、また熱負荷を 徹底的に見直してて熱源容量を下げてますのでもうトータルでいくと、そこまで通常に建てるビルより高いというものではないので、環境省ですとか経産省の補助金を使わなくても、ゼブを達成しているという、非常にいい事例かなというふうに思っております。今後、まあ、事務所ビルでいくと、こういった費用が今までとあまり変わらないようなもので、ゼブというのが普及していくのかなというふうに思っております。 次にこちらは札幌ではないんですけれどもォロ町の役場庁舎になります道内で一番最初にォロ町さんがリーディングオーナーに庁舎の中では登録いただきました設計管理につきましては同梱さんでやっておりまして中熱ヒートポンプですとかエコボイド CO2 濃度制御の外調器などを採用してゼブレディを達成しています昨年省エネの 地域区分が変わってしまったんですけれども、旧一地区のご区寒冷地デ全ブを達成してまして、環境省のレジデンス強化の補助金を獲得しています。左の方に実際に現地に行ったときに撮った写真を載せるんですけれども、ちょっとまだ中、机とかがなくてがらんとしてますが、あの非常にきれいな建物で、中も空調の試運転をしてたんですけれども、非常に快適な空間となっておりました。 最後にこちらがえ、季節建物の改修という、あの非常に珍しいケースにはなるんですけれども、ゼブを達成した、えー、トライアルさんになりますで。こちらは道内で1万平米以上の大規模建築物で、ゼブを達成した初めての事例となっておりますで。トライアルさんなんですけれども、実際には棚子になってまして、建物のオーナー自体はゴールデン東京さんという会社になっております。設計、施工は名古屋の産業電業社さんという会社になっております。 で回収の事案、珍しいので、ここであの具体的にどういう技術がこちらに採用されているかというのをご説明させていただきたいと思います。こちら採用されている技術なんですけれども、今回、主な回収内容としましては、GHP をこうしたというところです。図でいくと2番の部分になります。でこちらが大きな変更点でして、 その他かに、まあ、補助金を活用しようというところもあったのでできるだけエコなものでかつ、えー、効果の高いものを入れましょうということをま置、あ、さんとお話してましてここいろいろとウォークスルーしていると3種間期で廃棄しかなくて建物が不圧になっていた関係で入り口付近がどうしてもあのかなり吹き込みが激しくて。 そこの店舗さんですとかかなり寒い状況だったので吸気の方を補強しようというお話になりましたそこで未評価技術にありますクールヒントトレンチシステムを導入してさらに太陽熱ですとか太陽光などの再生可能エネルギーを採用していますこちらの建物は窓がほとんどない建物で かつ非空調ゾーンのバックヤードで外壁周りが囲われていたこともあって BI が0.33と非常に低い数字になりましたであるので実際の事例のちょっとお話をさせていただきたいなというふうに思います今あのこのスライドの中で入れてる ものえー、5項目点線でなってるんですけれども、朝カーの方で前田重介さんという、えー、ビルございます。でこちらが、えーまあ、ニアリーゼブで、えー、登録してます。で壁全面にです、ね、太陽光パネルを貼ってで、屋根にはちょっと載せてないんですけれども、あの壁の方で足す、えーえー、ニアリーゼブまで、えー、持ってっております。で実際には えー、通常の EHP 入れて、えー、先ほどの北欧さんですとか、あの南14西9事務所ビル、北電工業さんのビルと同じような形で、えー、太陽光以外は、えー、一般的な技術で、ZIM、えー、の方を達成しております。でそのほかに、エムズインダストリーさんと、えー、株式会社北欧さんのあ、ごめんなさい、えー、エムズインダストリーさんと、えー、東証の 事務所なんですけれども、こちら2件に関しましては、NEDO の補助金でえ、北海道大学とえ北海道電力とえ、他の協力会社さんと、え朝堀の地中熱でえ、安価に地中熱を入れて、えー、省エネを進めていこうというプロジェクトの一つになっておりまして、両方ともゼ分を達成する予定です。 で当初の事務所が改築になっています、えー。エムズインダストリーさんが新築の物件になっていますで。こちら両方とも放射空調を入れて、えー、他の、えー、普通の EHP ではなくて、放射空調で珍しい建物となる予定です。でここには書いてないんですけれども、えー、他にも道内。 各自治体さんの検討されているところですとか、あと民間でも街中の物件だったり、他のホテルだったり、ちょっといろいろ弊社の方にご相談いただいている件数もかなり増えておりまして、今後、どんどん z e、v、の方を皆様、検討されるのかなというふうに思っております。相相談来ている感じでいきますと先ほど言った補助金も相当 えー、枠が厳しくなってくるかなと思いますので、えー、ご検討されている方いましたら、なるべく早めに検討された方がいいかなというふうに思います。